0ヶ月からの育児塾。このコーナーでは赤ちゃんとの関わり方のポイントをお伝えしていきます。コツを学んで楽しく育児をしていきましょう。今回のテーマは赤ちゃんの上手な抱き方です。まずはじめに首の座らない赤ちゃん、新生児の抱き方についてお話をしたいと思います。はい、赤ちゃんは、新生児なので首もグラグラしているし、背骨も力がありません。なので必ずこちらがサポートします。で、新生児のまずはじめの一番はじめは、赤ちゃんに声かけをして抱き上げてください。突然抱かれても私たちびっくりするのと同じように、赤ちゃんに声をかけて抱くよってお話をしてください。はい、じゃあ抱きますよって。次です。次は赤ちゃんにとっては首がグラグラしているので、お母さんの手をこういうふうにちょっと大きく広く当ててください。はい、広く当てた上でお尻を持ちます。できればまあお股の間にこう手を入れるのもいいですけれども、お尻に手を添えて、赤ちゃんを持ち上げると腕が痛くなります。ですので赤ちゃんを持ち上げるのではなくて、お母様が近づいてこう抱くということをしていただけると、赤ちゃんの 背骨にも重力がかからないというポイントがあります。このままの状態だと赤ちゃんの背骨に負担がかかってしまいますので、お母さんも手首を痛めることになりますので、赤ちゃんが安定する方法についてご紹介します。はい、まずお母さんの手をゆっくりずらしていただいて、赤ちゃんの首を支えます。肘で首を支えます。で、お母さんの手は赤ちゃんのお尻を支えて、その背骨を補強するように腕を置きます。で、そのままゆっくり赤ちゃんを横にしていただいて、足を上げて丸く抱きます。背骨が丸くなるように抱っこをします。これが赤ちゃんがお腹にいる状態と同じような状態になるので、安定した心地よい抱き方になります。では次に、赤ちゃんにゲップをしたり、それから横抱きだとちょっとぐずってしまうっていう場合の縦の抱き方をご紹介したいと思います。先ほどと同じように赤ちゃんをの首に後ろに手を置いて、お尻に手を置き、ママがそばに行ってあげます。で、この場合でも縦抱きなんですが、ポイントはお母さんの肩に赤ちゃんの顎を乗せるっていうことをしてください。で、この場合自分の利き手があると思うので、持ち替えていただいても結構です。はい、こういうふうにしたり、こちらで押さえたりするっていうのポイントは、赤ちゃんの背骨に少しお母さんの手が入って補強されるっていうことが大事になります。新生児はよく泣きます。で、横抱きをしたり縦抱きをしたりして、それでも泣き止まない時の一つの抱き方のご紹介をしたいと思います。コリック抱きと言います。赤ちゃんだんだん見たい欲求が出てきたり、お腹がむずがゆくなったりするので、この抱き方も効果があります。ではやってみたいと思います。まず赤ちゃんをいつものように、頭の後ろを丁寧に押さえて、お股を、お尻を押さえて胸に抱き上げます。で、この状態からちょっと膝に乗せていただいて、お股に手を当てていただいて、ここ胸にお母さんの上腕が来るようにして抱きます。そして、赤ちゃんに見たい欲求も出てきますので、外側に顔を向けていただいて横にします。そして静かにトントントンってやると落ち着いてきます。ある程度座ったりしてもいいですし、立ち上がって上をトントンとやるだけで少し落ち着いてきます。これも一つの抱き方のご紹介です。赤ちゃんが泣くのでご飯が食べられないってお母さんたちがたくさんいます。そこで今日は赤ちゃんを抱っこしながらご飯を食べる方法をご紹介したいと思います。赤ちゃんはお膝の上に安定したところに抱きます。そしてお母さんの肘の後ろに赤ちゃんの首を持ってきて、お尻の方に手を入れます。赤ちゃんは背骨が弱いので、お母さんの腕で補強する形にします。そして少し自分の方に寄せていただくと、自分の右手が左手がもしくは開くと思います。そこでご飯が十分食べられると思います。ゆっくり赤ちゃんを抱きながらご飯を食べてください。次に、赤ちゃんとコミュニケーションを取る抱き方っていうのをご紹介したいと思います。赤ちゃんは
視力が、まあ、20センチぐらいから30センチぐらいあると言われていますので、そこにお母さんの目線を持ってきます。お膝に乗せていただいて、しっかり赤ちゃんの首の後ろを補強するような形で押さえていただいてお話をします。ね、お話をしていると赤ちゃんもお母さんに向かってぬごごとお話ししてくれます。こんな風にコミュニケーションと抱き方もやってみてください。